モルガン役のアラン・ケイです。かなりこう作り込んだ衣装とカツラつけて本編の稽古が始まるのがとっても楽しみになりました。なんかメイクしてる自分の顔とかまた見て新鮮だなと思い、撮影してる間にこのミュージカルの音楽をかけてくださって、ちゃんと世界観作ってくれたし、カメラマンの方もすごく綺麗美しいって言ってくださったので調子に乗っていい感じに撮れたかなと思います。本当に久々 なんかミュージカルだなって思って、とっても楽しみにしていました。でまだ本番用じゃないけど台本をもらって読んでみて、あそっかそっかそっかみたいな、ちょっと最近リアルなものが多かったので、あすごいファンタジーのミュージカルなんだっていうことをまた改めて感じ、きっとまたこの台本から何回か書き直しされてもっともっと良くなるんだろうなと思ったんですけど、良くなる余白がたくさんあったので、結構始まってからもいろいろリクエストできたらいいなと思ってます。センさんとか小南ちゃんとかはこの間ご一緒したんですけど、主演の浦井くんに関してはチェスでご一緒して、がっつりっていうのは本当久々なのですごく楽しみですね。初共演は加藤和樹さんとか、あと平間くんとか、あと宮沢さえちゃんも初めてだし、楽しみですね。それぞれがいろんなミュージカルに出てらっしゃるのをもちろん見てます。でも韓国の方って本当に情熱的で熱い方が多いと思いますし、きっとこの演劇とかミュージカルとかに対してすごい熱い思いを持ってらっしゃる方だと思うので、いろんなことがこう学べるのかなって思ってます。また女性から見た男性みたいなところが結構出てたりとかするのかな、演出によりなんかかっこいい作品になりそうですね。私も本当に久々な感じのミュージカルで、どんな風になるのかなってすごく楽しみですし、作品もそうですけれどその演出家の王さんも楽しみだし、私自身もどんな色がこのモルガンに出てくるのかなっていうのがいろいろ想像はするんですけれども、きっと演出の王さんによって自分が思ってもいない自分の色、モルガンの色が出せるのじゃないかなと楽しみにしていますので、その辺も期待して見に来ていただけたらなと思います。